するしない？7がアンコにならないんだから。もう7なの？トップ取らないと。え？あ、そうか、トップ争いしてんだもんね。そうそうそう。ロン。身に覚えありません？え？黒沢。ピコピコ。内川が振り込んだんだ、背景で。ナイスドッキリー。はい、土田さん。何？前回、うん、あの M リーグのパイフだったドッキリやったじゃないですか。いや、あれびっくりしました。ね、やってても全然でも全く気づかなかったじゃないですか、うん、全く気づかないですよ。うちのスタッフはみんな、いや土田さんだったら気づいちゃいますよっていう不安してたんですけど、私だけは絶対気づかない、大丈夫って言って全く気づかなかった。なので今回はもう再現をしてるっていうのを言います。何年前とか今年なのか去年なのか、うん、何も情報は土田さんには入れていません、わかりません。あ、でも当てらんないね、自分で打っちゃうから自分らしく打っちゃったらもう当たらないんですけど、そうそうそう。で一応もう何2曲2曲はい、なんちゃ、はい、で32,800の、あ、まあ、これじゃ全然ダメ、僅差のトップ面、うん、ちなみにその日の解説って誰だったんですか、土田さん。やめてよ、俺だったら違う、あ、違うってよかったね。やだ、最悪だよでは1曲やってみよう、全く同じになるのか、チャレンジチャレンジチャレンジ、はい、ドラがいいピンでございますと。まああと親も残っていて、まあ、トップ、まあ、もちろんね M リーグなんで取って帰りたいんですけど、可能性はちょっと悪いですね。いや、悪い時は悪いなりに打たなきゃいけないわけですよ、わかりますはい、ローソーね。え、なになになに、ローソーから切るの？チャンタドラ、チャンタドラ、もしくは8の3色同行、同行も、もう 薄いね同行柱が細いだけど本線は少数紙、少数紙見てんの？当たり前じゃない。なるほど。全部来てんだよ。全部来てて狙わない人がいたら僕は顔が見てみたい。お、お、これでチートイドラドラか。ニトイツ。はい。三層なんだ。なんだろう。二数層入ってもしょうがないなって。チートイツの残し方の時の、あ、これ抜けてました。あ、マンズが高い。マンズが高い。8万キロ。あー、シャアも出ちゃった。え、ちょっと一回いい？一回止まって、はい、ごめんね、さっきご情報ありまして、うん、この時の解説土田さんでした。あらやだあらやだあらやだ、覚えてますよね覚えてますよねやだ、そんなご自身が解説されたの忘れるとかないですもんね、全曲見てますもんね、しかも放送で喋ってたからでも笑っちゃって、もうこっちの答えなくなりましたけど、あら、ちょっと大体情報が今のところ皆さん、あの、その各選手が打ってたように打ってますからね。まあ波だもんな、この2人はな。波あ、痛い、あ、やっちゃった、もう終わった、あ、終わった、あ、もう終わった、このポーズするのもう村上さんぐらいしか見たことないよ。大谷さんもやるか、はい、今捨て牌で1個ね、三層統一を逃した形になりましたけど、あ、最低だ、あー、やっちゃった、あ、来た来た来た、本当にやっちゃったよ、動揺した、動揺したここで2枚切れの難を、さすがにはないですね、なね、少数紙はない、あ、もうショック、この三層ショッキング三層、これね数便は重なるんですよ、重なるの、ええ、え、じゃあ今チートイツにするってこと？チートイツ、ポンはしませんか？以外なし。なし。ナッシングよ。これは倍一。いや、ここ一枚持ってるからな、重なるわけないもんな、こんなのな。読み含めて。シャガもそうなんだよね。持ってるんだよね。じゃあかなりきついじゃないですか。これもだから当てにならないじゃん。マンズね。下田さんマンズ。ダメだ。もう酸素が痛いな。大パンした大パン。遅いのある人、これが致命傷になるかもしれないですよ、感想がチートイツならね、でも違うのになるかもしれない、なんねえよスワンコなんないよ、スワンコなんないの、あ、すごい上手なんだちょっといじけだ、ね、ションパイでしょ、ションパイです、おかしいでしょ、7巡目までにションパイって、普通ならパッパ切られる牌が今ね、だからね、トイツだ楽しそう、あ、パーピン出ちゃったよ、いや、パーピンまだ1枚山に残ってる、足は2枚出ちゃった、
はい、さよならそこはちゃんと枚数なんですね。ここに1万がいたら怒るで、うん、天才キッズということは、これが出てないのはおかしいじゃない。ナンバでナンバだよね。ナンバよ、はい、いいの、はい、いるかもよ。トイメンとか持ってなさそうだし。ここ持ってんのか。これスーピン短期リーチですから。え、スーピン短期はリーチ、他はちょっとリーチいけないんだけど。なるほど。ドラそばだから2品も持ってたらダメだよね。うん、と思うんですけど、結構持ってましたもんね今回ね。だ道中他に切ってもね、統一ならっていうところは。パピン来い。うん、いっそ取れちゃう。これはね、いっそ残すの？やっぱりそのドラそばのっていうのが2枚も切れてた。いっそ1枚しか見えてなかったあ、失敗したけどドラそばのがいらないでしょ。本当？これがどう出るか。パーピン来るから心配しないで。フィニッシュスーピン。そう、うん、ライチ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 、ツモ、はい。あ、キューピン手出しだったな今。ってことはですよ、パーピン持ってるじゃん。ダメかもしれない。あった、ちょっと見て。3万はさよなら。酸素返してくれないかな。2巡目に切ってるんでね。遠い過去です、遠い過去。こんな223から3切るやついないよな土田工場っていうプレイヤーがいて、すごいガチで落ち込むのやめてもらえますかまだねやってるんでね。あ、これも。お、真剣な顔に戻って前のめりになりましたよ。すごいアップすごいアップ画面素直に打つか、素直にな。素直タイプじゃないじゃない今までが。ここが素直じゃないでしょ。まあここも素直じゃないし、ここも素直じゃないし。これでチュンかパーピン来たら俺の上がりだぜ。ていうか、なんでみんなリーチ来ないんだろう。遠慮してんの遠慮はありません。ちゃ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 。お、これは、あ、もうダメかもしれないもうダメかもしれないガチで凹んでる元気出してください。そうさ、まだ山あるんで。いずれにしろ数ピンで待つんで、数ピンさえ来なければ俺の上がりはまだない、うん、はい、ね、なるほどね、うん、リーチ行ってるし、うんうん、ね、まあ遅れてはいるけど、先に数ピン来ちゃったら上がり損なったと思ってください。そうですね。うわー、リーチ入りました。親リーですよ。なんだよ、うん、まあ、手なりだなあなたこねてる。うわー、まあ、みんなに見せるこんなことある。4枚目の白、4枚目のなんて来る。あ、そのチューンで当たりたかったな積もるなよ。よっしゃ、全然張らない、全然張らない、統一マスター全然張らない。でもスーピンだから待ってんの。いや、スーピンいるかしら。スーピン、スーピン来るから見ててごらん、うん、来た時にはもう終わってるかもしれない。そう、終わってるんだよ、そうそうそうあれなんだ、どうだ。もうあれもこれも統一になった結局さ、数支配全部来たね。何これ、狙ってるよ。積もってんじゃん、トンナンシャーペイで。あ、これやった人上がったのか。あ、何え、何何申し訳ないけど降りないよでも2件リーチになってますよ。申し訳ないけど2件リーチになってる。数万通ってない、ただただ危ないんじゃないですか。ここは通るでしょ。2万3枚だけどさ、はい、あ、そうか、マンズが熱いんだもんな。そうです、そうです。思い出した。いや、全然思い出せなんでトーンは持っておくんですか。はいなんでちょっと切なくなってるんですか。一回切ったいだけど戻ってきてもってことですか。こんだけミスったら上がれんだけど、俺数ピンで待ってるから上がれてないんだよな。おお、積もられました。なんでイースワンなんだよ。おやのれんちゃん一応皆さんの手見ます。はい、スーピンないですよ。スーピン全然高いな。ゼロ、スーピンゼロ、じゃさんゼロ、じゃさん。ちなみにもうちょっとヒントいきますね。はい
はい、誰が何の選手を担当してたらちょっと聞きますね。はい、はい、誰ですか。大井さん、大井高春、うん、はい、朝倉さんです。対面朝倉浩二、はい、近藤誠一、津田さんが解説されました。ちなみにですよ、まあこれはちなみにですけど、この方はしっかり上がりきって、嘘でしょ、チートイツ、いや、こんな4000オール生まれてない。このトップ M リーガーはチートイツを決めます。しかも打点聞いちゃいます。打点パイマンか、裏ドラ見た、あ、本当だ、上がってます。相撲でしたっけ、4000、8000、トンタンキ、何待ちですか、吐く、こんなに早く上がってんだいや、これ間違えてないからな、そうだな、上がってました。誰かは思い出しました、試合で待つなら久とか、ブー、勝又、ブー、園田、ブー、太郎、ブー、女、あ、ドンピンドンピンドン、女の人、くくりが急になこんなに選手の名前だと急に女って言うと思わなかったのに、ブーって言っちゃいました。女性ですね、魚谷さん、ブー、今季これ2020ですね、2020、それで覚えてないカヨムリさん、ブン、よくこれだけ外すよねちなみに私でもないです。当たり前だよ、なんでだよなんでだよ、まあ、大井さんがいるんでね、いいヒントいっぱい出て、そう、大井さん、あ、そうか、カヨムリっておかしいよね、かなり絞られましたけど全然出てこないですね。5チーム残りない全然少なくなりましたけど、丸山さんじゃないな、丸山さんじゃない、うん、黒沢さんでもない一応出るまで待ってますか。その時あまりちゃんしかいないんじゃないですか。202高宮、ブー岡田さんかな、岡田さん上がったかな、こんなの違うな違うな当てて、あと1チームでしょ。あと1チームどこだっけ、優勝したとこどこ。秋ちゃん上がったの、正解でございます。なんと一番最後に名前が出てきた。俺二階堂さんって、うん、秋ちゃん、うん、チート打つあんまりしてないイメージがあった、うん、解説してたの俺。そうです、うまいね秋ちゃんノーミスじゃん、こうだよ、三層重ねてってことですよね。ノーミスだから、これでツモだ、はあ、この時点で土屋さんあーって言ってましたこれあーって言ってましたね、酸素酸素で。いなもんな、この2人はな、波あーやっちゃった、もう終わったあ、シャア重ねたんだ、そうなんだね、お見事ですよね、このチートイツバイマー。まあでも土屋さんは親に4000オール上がられてるんで、4000オールになっちゃうんだね、多分トップ取ってないいや、危うく打つとこだったしね。そうですね、俺降りないからねって言った時にはもう掴んでたんでねあ、そうですか。っていうか、何、やっぱりさ、最初に言った通りこうやって上がってないとダメだよね、僕の場合。あー、トンナンシャーペセット、これはドラだもんねそれ切れないんで、これでね、それでバイマン、こうやってたらまた違った意味で感動したんでしょ。うん、感動した、それはだったらなんかかっこいいってなりました。まあ少数詞だっただろうって、うんうんうん、なりましたね。でも結果は4000オールツモラルで、はい、こだわりの一品、うん、このね、数ピンで僕は、数ピンで僕はって連呼したんですけど、見てください、ゼロ、おかしいなこの山なM リーグの再現だとお伝えしましたが、選手もわからないし、同じようなチートイツも再現できない、何にもわかってない公式解説でもそれは厳しいという実験結果になりました。しかも自分がさ、得意とされてるチートイツで上がってる人の手を忘れてるなんてね、とんでもないね。まあはっきり言うとそうですねはい、という結果でございました。土屋さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうでした今回。マジだM リーグのファイフケントは以上です。またねー。M リーガーってレベル高いな。よし。OK でーす。めちゃくちゃ面白いでしょ？ショック。